始まりましたハローミキティチャンネルです。今日はですね、我が家は今年初めてスノーボードをチャレンジしたんですけれども、まあね、旦那さんはもともとスノーボードを滑れたんですけど、子供たちがね、まあもともとスケートボード、スケボーをね、やってるっていうのもあるし、まあお父さんと一緒にスノーボード滑りたいっていうところから、まあ、スノーボードを始めることにしました。で、子供はスクールにも入ったりとかして滑れるようになって、まあ、それを見てね、すっごい楽しそうだなって思った私がですね、この度37歳にして初チャレンジ、スノーボードを滑りに行ってきました。もちろん、私ゆきんこ、どさんこなので、北海道ではね、スキー授業はあるので、スキーは普通には滑れるんですよ。で、まあ、授業でスキーがあるからこそボードはやったことがなくて、で、まあ、モーニング娘。ってこう怪我しちゃね、ダンスとかしなきゃいけないので怪我しちゃいけないってことで、ずっとなんかそういう怪我しそうなものっていうのに挑戦してこなかったんですけど、ちょっとついに私行ってきました。その動画をですね、ちょっとまとめましたので、ぜひ私もスクールに1回入って、はい、教えてもらいました。ぜひご覧ください。どうぞ。ハローミキティチャンネル。よいしょよいしょよいしょ。あ、これね。こんな感じなの。もう先生に引っ張られて押さえてもらって、いやもう、ね、起き上がるのが大変だった。まずこれ目の前にいるの息子ですね。ホラちゃん。もう普通にね、スッと滑れるんですよ。すごい悔しかった、なんか。ホラちゃん。お父さん、トラちゃんやるんです。もう自分じゃどうにもできないから、押してもらってんじゃん。前にも行けない。横にも行けない。めっちゃ可愛いじゃん。これ。スクールから卒業して、家族4人で。頑張ります。はい。滑るところ。行きましょう。はい。先行ってもらわないと、私。いいよ、行って。ママの近くには来ないで。いいよ。ママの近くには来ないでほしい。行っていいよ。ほら、方向転換、これができるってすごくない？あのスクール引っ張ってもらったのに。あ、置いてかれてる。置いてかれてる。あ、ペンギンさん置いてかれてる。だいぶ置いてかれてるな。え、進んでるの？そう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 、オッケー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 。うまい。うわー！あー！危ない。そう、やばくなったら万歳。止まれないんじゃん。めっちゃ楽しかったな、こんな転んだけど。やばくなったら万歳。見て、旦那さんも庄司さんも危なくなったら万歳。そうそう、こっちがね、ちょっと左手、左手、そう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 、体じゃない、体、そう、手で操作しますから。左手で、左に行って、開いて、左手よ。心配そうに、庄司さん見てますね。お、うまいじゃない。曲がってる曲がってる。おお、息子邪魔しゃい。おお、進んでるよ。あ、いいよ。あ、すぐ転んだ。面白い。雪に埋もれる。あ、でも楽しそうだな。37歳で初挑戦できて嬉しかったな。頑張れ。私頑張れ。ほらほら、手で。あー、すごい。教えられた通り。左手、左手、左手。止まれない。こう、左、こう、バンザイしたらこうなるから。左にどんどん行っちゃう。そうそう、左にね、山の傾斜にね、私、この時逆らえなかったんですよ。よく付き合ってくれたね、みんな。この時。こっち。これさ、こうやって降り、このままずっとこうグイ
グイグイって降りれる、はい、これはいける？それはいけるのよ。もう、ま、もう真横にずっとボードを真横にして、それはいけるな。このコントロールがつけば、ここに危なくなったらここに戻ってくればいいから。2日目は庄司先生です。こっちも こっちはできない。すごいじゃん。つま先の方ぐるーって回ってきて、つま先でそうそうそう、それでグイグイグイ、もうちょっと膝曲げて危ない、ケツ落とす。初めて自分がスノボをしてる姿を初めて見ます。私今つま先でこう、そう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 、頑張れ。そう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 。もう手が今度前、こっちっちゃこっちっちゃ、ぐるーっと回って前、そっちじゃなくて左から回って前。ってってあそうそうそう、おそうそうそう、お耐えたよ、耐えましたよ。ストップ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 、もう先にスクール入ったら上手ですよ。もう左で、左が前に行かないといけないね、基本、はい、左を起点にこう行くか、教えてくれてる、こう行くかだよ。ママこうだよ、言うてて、こうだよ、イラつく、ママこうだよ、見せつけられてる。そう、余裕が出てきたらその向きでずっと滑っていって、危なくなったら後ろか前に向く。そう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 、でそのまま、今こう余裕があるからまっすぐまっすぐで、その体がどういう位置だったら安定するかを今確認しながら。すごい、庄司先生、すごい、あ、庄司先生倒れた。オッケーオッケー。今回はね、富士店に行ったんですよ、富士山のところをね。左前にして、そうそうそう、お、頑張れ頑張れ。で、いきなり左グイって前にするとグってなっちゃうから、徐々に体重移動、徐々にね。これでも2日目にしてはさ、2日目っていうか2回目にしてはさ、行ってよ、すごい、やっぱ運動していいんだと思うんだけど。違う、どう、自画自賛、行こう。え、歩くのも大変なんだよね、つうこさんと。全然いけるよ。いける？優しい、つうたん優しい。全然滑れてないから悔しいです。負けず嫌いなもんで。子供たちを邪気に扱う母親、なんだったら近くにいないで。ひどいな。いい感じでこう避けて曲がったりできないから邪魔でしょ。そうだね、喋りたいんだったらさ、ちゃんと距離を持って喋んないと。スパちゃんみたいな、いつもみたいにさ、べったりくっつけられちゃうと、こっちが動けない。そうなのよ、避けるスキルがないから、私には。ほら、ツータも上手、いいよね、子供って吸収が。お父さんなんかちょっとかっこいいもんね。大丈夫？そう、みんなたくましく転んだら自分で立つ。あ、でも結構滑れてるんじゃない？うん、ほら、あ、つうこさんも上手。つうこさんね、足が反対なんですよね。グーフィーってやつですか？いいね、家族でスノボーできてすごい楽しかったな。そのままそのまま
木の葉みたいに滑んないで、そのまま、そうそうそう、おお、そうそうそう、向き変えない、向き変えない、グーフィーのまま、転ばないもんね、バランスがいいんだわ。私どこに行ったの、私は。トラちゃん、トラちゃん馬じゃん、何言うん、くるってやってたよ。すごいじゃん、めっちゃ前な感じがする。あ、私の転んだ人かな、自分がどれか分かんないもんね。そしたらそのままそっち行かない、そっち行かない、グーフィーのまま、グーフィーのまま、そう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 、お母さんが後ろから来たんですよ。お、ほら倒して、そう、いいね、いいね、うまくなってる、ほら、あらー、うまいじゃない、見た、スータン、グーフィーのままよ、グーフィーのままターンしてた、ターン、スータン、右前、右前だよ、いいね、ほら、おー、いいじゃん、漢字掴んだんじゃない、掴みましたね、これは漢字掴んだんじゃない、いい、あ、すぐ転ぶ。右足前のまま、なかなかないよね、36歳37歳だった。ズベーンって転んでましたよ。あ、楽しいな、頑張って頑張って頑張れ、どうにか左を前に持っていくんだ。え、これ私、ほら私だ、左を前に、頑張れ。ターン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 、そう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 、ターン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 、そう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 、それを繰り返して、上手先生、優しくも厳しく、上手上手上手、いいよ、ツータンいいよ、これ私なんだよ、へっぴり押し、スータンいいよ、この調子この調子、ゆっくりでいいからね、ターンをやる、ターンを、うまいじゃん、そう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 、スタちゃんもいいよ、そうそう、うまいうまいうまい、おー、うまいうまい、そうそう、ターンターン、そうそう、上手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 、そう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 、後ろの方で私が転がってたよ、一瞬、オッケーオッケー、みんなにほっとかれてるけども、上手上手、オッケーオッケーオッケー、上手、本当にお母さんどこにいるか分かってる、みんな、雪降ってきたの、雪降ってきたの、雪降ってきた、一人だけ雪だらけ転んでるから。面白いな、無理しなくていいよ、急な斜面は怖いので、すごい追いかけられてる、うまいね、庄司先生、うわ、
っちゃってんじゃん。いいよ。これ私？これ来てんの私？うまいじゃん。え？あたしじゃん。うまいじゃん。ほらほらターンできてる。おお。わあ。すね倒れる。やっつって。あ、いいね。素晴らしいよ。オッケー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 、いいだよ。あ、いいじゃん。順調順調。うまいじゃん、ターンできてるよ先生。オッケーオッケーオッケー。そう、人が多いとね、そうそう、避ける技術がないもんで怖いんだよね。あ、かっこいい。かっこいいって言われちゃうと緊張しちゃってね。ゆっくりね。あ、頑張ってる。そう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 。結構できてる。おい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 、ゆっくりゆっくりゆっくり。そんなにできると思わなかった、一冬で。そう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 、いいよ。誰巻き込んでる？トラちゃん巻き込んだのかな？ゆっくりでいいよ。そう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 。まっすぐなったら、そう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 。それでその繰り返し。褒めて伸ばしてくれたの。そう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 、素晴らしい。出産の時もそうそうそう。いいねいいねいいね。そう。うまい。いいよ。うまい。右に左に。素晴らしい素晴らしい。おお、いいねいいね。安定してる。オリンピックもいいんじゃないんじゃない？いいですね。あ、ちゃんと操作してるよ。はい、子供たちと合流。転んでない。さっきからずっと転んでないじゃん。あー、ツータもかっこいい。あ、転んだね。あーって聞こえたもん。ほら、これ褒めてもらったから緊張しちゃって転んじゃってる。素晴らしい。オッケーオッケーオッケー、かっこいいかっこいいか。おー、おー、いいね。うほほほ、ちょっとうまいじゃん。楽しい。この日が一番うまかった気がする。笑ってる。うまい。滑ってる。あー、転んだ。頑張れ。楽しいね。学生の時スキー学習嫌いだったな。今だったら楽しめる気がする。父さんと僕です。逆よ逆よ逆よ、それ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 でターンターン、そう、あー、オッケー。
これ私、あ、これ私。休憩休憩休憩。いいね。なんかこう山のさ傾斜に合わせて休憩しよっか。進めなかったりするから休憩。リフトがすごい右なのに私はどんどん左に流されてって、そのまんまリフトに乗りたいっていう夢があるんです。ああ降りてきて休憩しよう。吸い込まれて、遠くから外して歩いていかなきゃいけないんだよね。あ、でも来たよ。この時はちょっと待って。止まれない。はい、息吸ってます。おい、わあ、トラちゃんもツータも楽しんでたな。おお、来てる来てる。結構うまい、ちゃんと滑れてる。ツータかっこいいよ。ツータも上手。行け行け行け。ジャンプ。子供ってさ、転んでもなんか痛くなさそうなんだよ。やっぱり小さいからかな。軽いからかな。何なんだろう。ほらほら、悔しい終わり方でしたね。え？飛ばなかった。よかったよかった。たまんなったよ。本当？よかった。でもここまで。2回目だな、ね。確かに。みんなに置いてかれずに滑れるっていう。よかった。ありがとうございました。ですね、いただきましょう。あ、楽しかったな。よかった。楽しかった。はい、ということで、37歳初挑戦を見ていただきました。いや、私本当にちょっと自画自賛で申し訳ないですけど、私うまいんじゃない？で、一回ねスクールでちゃんとコツを教えてもらったっていうのもありますけど、2回目でここまでターンもしてシュッシュってやって、ちょっと私やっぱ運動神経いいんだなってこう自画自賛で思いました。でも本当30大人になって新しいことに挑戦するってなかなか機会がないので、今回そのスノーボードをね、その子供たちが始めるっていうきっかけで、私もちょっと普段だったらさやらないのよ。なんか、あ、いいよ行っといでみたいな、まあまあ休んで見てるよみたいな言うんですけど、ちょっと気持ちを固めてチャレンジしてよかったなと思います。はい、ということで我が家の初体験スノーボード見ていただいて いかがだったでしょうか。いいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。